4章悲しみの大地。少しいいかアレム。おお、君は生きていたのか。新書の返事が来たのか。まあ、多分撤退扱いなんだろうね、こういう重要人物は。もう諦めた方が賢明だろう。これはリゲル帝国の無言の回答だ。皇帝ルドルフは停戦の交渉に応じる気は一切ない。ソフィアへの侵略を続けるつもりだ。そうか、兵たちもそろそろ限界だろう。何しろリゲルはソフィアに比べて随分と気温が低い。これ以上ここで待たせても無駄に消耗するだけだ。分かったよクレーメン、出発しよう。ではそのように皆に伝えてこよう。いよいよリゲル帝国領に進軍だとな。僕は一体どこまで行くんだろう。おお、アルム、聞いたぜ、とうとう出発だってな。ああ、ここからはリゲル領だ。今まで以上に気を引き締めていかないと。おいおい、何辛気臭い顔してんだよ。まあドーンと任せとけって。俺たちだってラムの村にいた頃とは違うんだぜ。はあ、俺が華麗に活躍したらクレアが惚れちまうかもな。ロビンが泣いて村に帰るっつったらどうするよ。それは困るな。ありがとうグレイ、期待してるよ。お、それにしてもリゲルってのは風の冷たいところだな。戦う前に心が折れそうだぜ。え、そうかな。お前平気なのかよ、すげえな。平気っていうか、なんだろう、僕はこの空気を知っている気がする。は、なんだそれ。気がするだけだよ。さあ行こう。一応調べるか。多分何もないよね。3章の続きだよね。で、どこ行けばいいんだ。一回玄関に行きますか。水門版。水門は今から100年ほど前に作られた。昔の人たちはよくこんなもん作ったねと。長い間動かさなかったから錆びている。錆を落としたい。専用の油を切らしてしまっていると。話を聞きますか。はい。魔物のスケルトン。あ、なんかどっかで手に入れたよね。あの炎はあいつらの頭に溜まった油が燃えている。その油で機械を磨くと驚くほど調子が良くなる。スケルトン油。え、持ってなかったっけ。ああ、あっちか。送ってもらうか。じゃあデューテとか話してみる。僕らの村をね、ちょっとめんどくさくって、魔導のこととか本当は内緒にしとかなきゃいけないんだって。でもさ、それってひどいと思わない？せっかくすごい魔法が使えるのに見せびらかすこともできないんだよ。僕そんなの嫌だ。自慢したい、褒められたい。でも努力するのは嫌。まあそれは置いといて。だから成り行きだけど、アルムたちと一緒になれて嬉しいんだ。これからも僕が活躍したら遠慮なくチヤホヤしてね。そもそもこいつ強いんか。とうとうリゲル帝国まで来ちまったな。あのちっぽけな村で一生終わると思ってたのに、もうわけわかんねえ。だって父ちゃんもその父ちゃんもその前もずっとずっと俺たち平民の人生なんてそんなもんだったんだぜ。なあアルム、これからはそうじゃなくなっていくと思っていいのか。貴族だろうが平民だろうが、なろうと思えば騎士にだってなれる。そんな世界になれば俺が殺した人たちも少しは浮かばれるのかね。なんつってな。ちょっとそうだね、こいつの装備を見よう。あ、祈りの指輪装備してるんだ。ファイヤーオーラ、回復効果祈り。一応魔導士か。じゃあ外に出ますか。ん？こっから上に。強そうこいつ。ベルクトじゃねえかよ。そういえば。で、セリカも進めるのか。ざっと見渡すか。こいつあれだな、サイゾウ。まあ戦士だな。
ルドルフとか普通にいるし。マジか。ヌイババ。ああ、ヌイババいたね。マーラ。ヌイババの館とかある。ドルク。うおー、魔物。魔物がさ、なんか超強そうなんだけど。これ上行けなくね？後で道が開けるのかな。ジャミル。ここは賢者の里。あ、まずここに行けみたいなこと言ってたよね。銃だ。ドーマの塔。ほうほうほう。なるほど。アルムが左から、セリカが右から攻めるっていう感じか。じゃあとりあえずルドルフ戦か。いきなりなんか難所だな。国境の戦い。アルム君、進撃準備が整いました。報告によると、この先の森にリゲル軍が待ち構えています。指揮官はあのベルクト将軍だそうです。ベルクト将軍、さすが国境の守りは万全ってことか。ええ、でも行くしかありません。ああ、待ちかねたぞアルム。ベルクト、ほう、なかなかの兵の数だな。いや、まあ結構減ったけどね。よっせ、厚めの解放軍ごときが随分と立派になったものだ。だが少々思い上がりが過ぎるようだな。このリゲルの血を犯そうにと、決戦の輩がソフィアの王にでもなったつもりか。身の程を知るがいい。違う、クルー、私はずっとそばでアルムの行いを見てきた。彼は私たちの王にふさわしい勇敢で寛大な戦士だ。私はやっと気づいたのだ。王となる資格は生まれで決まるものではない。何を思い、何を憂い、そして何を行うかで決まるのだ。クレーネ、貴様、ソフィア貴族の誇りを捨て平民に屈するというのか。もう貴様は俺の知るクレーネではない。ここで叩き切ってくれる。準備が整いました。分かった。アルム様。あ、いや、大丈夫だ。みんな行こう。皇帝ルドルフを倒し、この戦いを終わらせるために、そしてソフィアを守るために。ソフィアのために。突撃だ。動きました。ふん、迎え撃て。奴らにリゲルの大地を踏ませるな。すげえ数の兵士だったな。そしてアルムの援護は誰も来ないっていうね。どういう配置だ。魔術師も前にいるのか。いや、普通に強そうだな。魔術師はもうちょっとグレイに任せるか。クレアとかもまあ派遣していくとして、デューテ、いきなり戦死者出そうだな。森
森を陣取る。トークがいっぱいある。ちょっと待って、よし行こう。ここの森をちょっと陣取っとくか。負ける気がしませんわ。神のご加護を感じます。私頑張るね。お任せください。任せてくれ。よし、この布陣でとりあえず待とう。左も動いてくるか。魔導士系がでも動いてこない。弓こいつはちょっと危険な位置にいる。うわ、こいつも危険な位置にいる。多分クレアはね大丈夫だと思うんだよね。とりあえずこれでもう一旦しのぐか。7、向こうの方が早い。銀の指輪なちょっと重いからな。2回こう12くらったらやばいね。あ、全然大丈夫か。左が来る前にちょっと右を勝たしておきたい。おお、そうだ、聖女ね。隣の人たちがヒットポイント回復するんだよね。エフィーで倒せるかこいつ。倒せるね。よし4。あれ、これファルコンナイトにクラスチェンジできるんじゃないか。強くなるのは嬉しいけど複雑だわ。ナイトキラー持ちのクレア、こいつをぶっ倒そう。いや強い、いいね。こんなものですわね。ルカでこいつを攻撃するとちょっとあれか。3だ、3残るか。まあでも余ったやつはこいつで攻撃してルカで倒す。どうですか、なかなか楽しめました。気のせいでしょうか。バロンになれる。よしよしよし。なるべく食らわない位置で。よし、雷の剣こういう時には役立つよな。鍛えたいね雷の剣。なんだかんだでやっぱ強い。で弓兵を倒せば賢者くんがやばいんだよ。賢者くんがここに置いとこう。よし、これで食らわない位置にいるな。リカバー、ありがとう。左はクレアでなんとかなるかな。ん、いくつ食らった。遠くてよくわかんない。地下食らうね。よし、こいつらはでもそんなに機動力が高いわけじゃないから一回クレアを下げよう。でなんとなくトークしよう。ごきげんよう、アルム。やあクレア、ごきげんよう。ねえ、今日の私はいかがかしら。めちゃ強いよ。そりゃあもう戦の女神と見まごうばかりの大活躍だよ。さすがは社交界の花とも言われたクレア城だね。当然ですわ。これでいい？ええ、上出来でしたよ。ねえアルマ、
あなたはいつも通りの私が好きとおっしゃいましたけど、私もこんな風にふざけて笑い合えるあなたが好きですわ。ええ、大好きです。ありがとう。改めて言われるとなんか照れちゃうね。で、こいつは任せよ、深槌の剣で。で、少し体勢を整えたい。ありがとう。こいつがやばいやばいやばい。アルムをちょっとここに置いとくか。反撃ができるように会話しとこう。アルム、なんだいエフィ。あのね、もうすぐこの旅もおしまいでしょ。だからアルムに言っておきたいことがあって。今言うことじゃないかもしれないけど、でも聞いてほしいの。いいよ、なんだい。あのね、私夢があるんだ。この戦いが終わったらラムの村に帰るでしょ。そしたらパンを焼いたりお花を育てたりのんびり暮らすの。そんな風にアルムと一緒に暮らしたいの。それが私の夢。エフィ、どうかな、私の夢叶うと思う？ごめんエフィ、僕はもう村には帰らない。帰れないよ。やりたいことがたくさんあるんだ。でもそれはみんながいたから、みんなとここまで来られたから見つけることができた。だからありがとうエフィ、君と一緒に旅ができて本当によかった。うん、そう言うと思ってたよ。私もアルムと一緒で本当に楽しかった。この旅が終わったらさよならだねアルム。でもそれまではずっとアルムを大好きでいさせて。それくらいはいいよね。うん、いや、こいつ死なないことが第一条件だからね。その夢を叶えるためには。マチルダどうすっかな。やっぱりここの左の舞台を勝たしてからなんとかしたいよね。射程が長すぎる。よし、一応じゃあ進軍するか。ナイトキラー、うわ、ナイトキラーじゃないわこいつ。アルムで普通に行こう。こんなものかな。で、一応ちょっと下から攻めていこう。なるべくね、こう支援ができるやつらはくっつけておきたいから。ちょっと話せるね。あのグレイ、なんだよ。話しかけるなって言ったのはあんたじゃねえか。そのことですけど、私言い過ぎましたわ。少しイライラしてましたの。アルムがセリカさんとそのとても親しいということを思い知ってしまって。あんなのただの八つ当たりでしたわ。お気になさらないでくださいまし。本当にごめんなさい。できれば許していただきたいけれど、そうもいきませんわよね。でもあの、私あなたとお話しするの楽しみでしたのよ。私を好いてくださっているからではなくて、あなたの人を傷つけないものの言い方がとても好きでしたの。それだけは信じてくださいませね。クレア、はい、何でしょう。俺
やっぱりあんたが好きだよ。え、いきなり何ですの？だからそういうところが好きだってことさ。言っとくけどこれは真剣だぞ。はあ、そのこれはこれでどうお答えすればいいか困りますわね。そしてうやむやにするのか。まあいいけど、どうか。硬いね、アーマーやっぱり硬いね。で、このターンでやはりなんとかしたいから、まずはちょっとグレイで減らしておくか。よし、9、耳で9は減らせられるね。行くぜ。俺だってできるんだよ。あとはこういうやつらは魔法でなんとかしよう。めっちゃ経験値もらえる。頼りになるね。さて、やっぱルカだな。ちょっとね、壁になってる分あんまりレベルが上がんないんだよね。ルカはスピードが遅いし。よし、クレアをちょっと、クレアじゃない、マチルダ、ここに置こう。そうすると射程のところまで入ってくるかな。森からは出てきてほしい。3、でこっから狙い撃つ。いいね、いいね。でグレイでいくか。まあ一斉にね進軍してこないだけ全然マシだな。聖女の近くにいよう。ヒットポイント回復のために一体ずつ確実に倒す。そしていかずしの剣で反撃もできる。来た。減らせられるね。何かわさった。あれ、これ別に森にいないよな。でこいつらはでも動かないか、射程に入らない限りは。アルムを少し前に出しておこう。ルカも前に出しておきたいけどダメだな。こいつがここにいるのはちょっとまずいな。エフィーはちょっとまずいな。アルムはここに置く。マチルダをちょっと回復させよう。クレアはここに置いておいて、ちょっともうどんどん広がっていくんだけど範囲が。でルカをここに置こう。よし、これでいいや。来たな、2回攻撃か。侵略者どもめ、攻めた者情けだ。ここで散るがいい。痛い、遠く。クリティカルさえ出れば。ナイトキラーの力、思い知れ。来た、合わせてきたな。やはりまずはナイトキラーでベルクトを攻撃したい。倒せる。ちょっと待って、こいつはあれだな。いや、倒せるときに倒しておく。やはりこれが鉄則だ。
終わりだって。サンゴの指輪で、あとはちょっと集中砲火を浴びないように壁を作りたいけど、騎馬兵がね攻めてくる可能性があるからね、3までは減らせられるのか。どうする、一旦こいつでまあ減らす分を減らしておこう。うわー、かわされた、マジか。でこいつで倒そうと思ったけど、2回攻撃26だったらまあなんとかなるか。お、いいね、行きますよ。そこです。でデューテは多分取り囲めばね食らわないと思うんだよね。すげえ来るな、こいつも。よし、この配置がいいかな。一応魔法キャラ系は誰も食らわないよね、この配置なら。かつ弓もいけるか。いける、 OK、 減らしとこう。白魔法はいいや。うわ、そうだ、まあ大丈夫か。もう一匹術師がいたか。フェルナン、鉄の槍とかさあんまりいいのもらってないよね。フェルナンかわいそうだな。おお、クリティカル率が高いっていうのはいいね。わっ、あいつ逃げてく。逃がしません、逃がしませんぞ。アルム攻撃はできないか。さてフェルナを誰で倒すか。グレイはちょっと一旦こいつを削っておきたいね。かわされた。で弓で当たれば倒せる。 41% か。かわされた。ファイヤーでいこう。いや、エクスカリバーが命中率の高いやつがいい。エクスカリバーだな。100 絶対倒せるわ。行くよ。何度やっても同じだよ。よし、3。頭が冴えてるんだ。オーラ、オーラはね結構ヒットポイントを使うからね。シルクで倒せないかなフェルナン。シルクで倒そうか。エンジェルがあるかね。エンジェル 90% いいんじゃないか。お仕置きです。お仕置きされた。なぜだ、なぜ俺がこんな奴らに勝てぬのだ。うん、あんまり経験値持ってねえわ。いらねえな鉄の槍とか。これ一応売れるからね、鍛冶屋で。楽勝だったな。まあ、前のベルクト戦よりは全然楽だったね。一斉に来なかったっていうのが楽だった。ベルクト、君は強い。それは認めるよ。だからこそ、今ここで君を撃つ。まさか、これに頼ることになろうとはな。それそんなん持ってたね。
助けてくれ。なんだこれは。地中から手が。これも魔導なのか。いえ違います。魔法の攻撃が効きません。これは我々の知る魔導とは別の。うわあ、ルカ、どうしよう。このままじゃみんなが。ベルクト、一体何をした。恐ろしい。これがトーマの力か。なんだって。いや、もうじき死ぬお前が知る必要はない。待てベルクト。こんなところで僕は終わるのか。君にまた会うこともできずに。セリカ。おい、今なんか光ったぞ。セリカのお守りが。セリカ、君なのか。お願いだセリカ、僕を、みんなを助けてくれ。ドーマの術が消えただと。貴様、一体何をした。わからない。ただ大切な人に祈っただけだよ。何を甘いこと。お前のような奴にこの俺が。俺が。ベルクト様、術は破られましたが奴らに追撃する力はありません。この隙に撤退するのです。フェルナン、しかし命あればこそ皇帝陛下への申し開きもできましょう。さあお早く。あれがドーマの力だというのか。あのようなものを用いたとて何の誇りも持てぬではないか。リゲル帝国、いやドーマ教団は何をするつもりなのだ。行っちまった。いいのかアルム。あ、これ以上追ってもお互い消耗するだけだ。しかしすげえよな、さっきの。アルム、どうやったんだ。僕にもわからないんだ。夢中でセリカのお守りに祈っただけで。だからきっとセリカが助けてくれたんだよ。ふーん、じゃあ今度会ったらお礼言わなきゃな。早いな、帰んの。なぜだ、なぜ俺はアルムに勝てないんだ。レベル上げれば。あんな平民に、なぜこの俺が二度の。ベルクト様、落ち着いてくださいませ。ベルクト様、私はベルクト様がご無事ならばそれで。うるさい。お前に何がわかる。ベルクト様、俺は幼い頃からただ強くなることだけを求めてきた。それが俺の高貴なものとしての義務だと、そう教えられてきたんだ。父上にも母上にも。その俺が寄せ集めの平民どもに負けるなどあっていいものか。あのような卑劣な奴の手まで借りたというのに、俺はまだ甘いというのか。我を求めよ。力を欲する者よ。我を求めるがいい。この声は誰だ。貴様は。ベルクト様、どうなさったのですか。お前には聞こえないのか。今の声は一体。というところで、じゃあアルムの方が終わったので、次回はセリカの方で、進んでいきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。